池田公平は日本の海軍軍人。日本海海戦で戦死した海軍中尉である。大倉大臣などを歴任した池田滋明は2位。17位、軍六等校4級。海軍兵学校30期。山形県米沢市出身。父は米沢藩士池田成明。同期生に百武言語、松山滋などがおり、米沢からは今村信次郎。 下村中介など7名が入校している。兵衛学校卒業後の遠洋公海から帰国した1903年12月、海軍将尉に任官し、ほどなく日露戦争改正を迎えた。池田は新造駆逐艦の配置を希望し、第二駆逐隊所属の雷へ配属となる。日本海海戦の初日である1905年5月27日、日本海軍の駆逐隊、 水雷艇隊はバルチック艦隊に対し夜間攻撃を実施した。午後8時15分、雷は北方からバルチック艦隊に肉迫。水雷長であった池田は、照準を行い、魚雷発射命令を下そうとしたが、砲弾が命中。池田は左胸部に重傷を負い、部下に支えられながら発射命令を下した。翌28日、武志機部の病院に収容されたが、 30日に死去。海戦での日本の勝利を告げられた際に万歳の言葉を残している。池田の軍棒は兵学校の教育参考官に陳列された。海兵30機は日露戦争で池田のほか、伊藤助丸の長男伊藤津奈丸など17名が戦死した。第1次世界大戦では幹線部官下村忠介高千歩水来長堀江平屋が戦死。 太平洋戦争時は百武を除き予備役に編入されていたが、王将したダバオ在勤部官、橋本才助が先病死している。ありがとうございます。